Kiyomasa! Ore mo iku ze! イエストロは小牧山をがっちり固めとる。別動隊で敵の後方を脅かして揺さぶるか。そのために三河へ攻め入るのですね。その指揮お任せください。キレツグ様の補佐は私にお任せを。 夜明けまでが勝負。急ぎましょう。別動隊を蹴取られちゃなら敵の正面で暴れて目をそらすんじゃ。どっから地獄だ。小畑城で家康を見たって芸が噂してるぜ。あの野郎小牧山にいるんじゃねえの。 家康がわざわざ自ら最前線に出るとは何か狙いがあると見るべきだな。清正たちがうまくやってくれればね。清正だけならが心配いらんだろう。バカがついてくれるんだ。家康なんざいねえじゃねえか。兄貴の間違いだろ。謝りでよりはよい。 すでにどうしたあとだとする。なんでよなこそこそしてんだ俺ら。家康なんか正面からぶっ飛ばしてやるのによ。まともに当たれば被害が増えるだろうな。これは膠着状態を打開する秀吉様の策だ。あかねえ。おい入ってる。切り暴れてやる。小畑城に敵だと。 急ぎ救援に向かうぞ。やってやるさ。開門。やってやるさ。もっと敵の注意を引きつけるんじゃ。開門。敵が続々と小畑城に集まってくるぜ。 秀吉の狙い通りだな。よし、これだけ成果を上げや。 両な三河の奥深くまで敵が何としても食い止めるのじゃ。決めてやったぜ。ダメるな。打ち取ったり。 ちょっと感動した。三河の血を踏み荒らして無事に帰れると思うな。家康にはめられた。三河奇襲は中止じゃ。撤退するぞ。 様、その御立派な武具は退却には不向きかと。秘密です。いらない武具は捨てるんだよ。命より大事なものなんてないでしょ。こっから地獄だ。少し心もとないが、これなら早く。
て逃げ足の速い大将だ。奇襲に感づき備えをしていた。ならば家康の本体もやむなく現れよう。秀吉様を手玉に取ったというのか。徳川家康、油断ならぬ相手だ。乱は羽柴秀次、今日より生かしては返さん。忠勝の足止めか。こうはでかいだろうが、なかなか難儀だ。秀次を逃すな。一気に畳みかけよ。いや、それを知ってやられたわい。まずは秀次の撤退を済ませてから反撃じゃ。後ろめ。作戦に失敗し、おめおめ逃げ帰るなどと、差し違えても家康の首を。やってやるぞ。討ち取ってまいります。これが出る。こっから地獄だ。こんな失態を。殿、申し訳ございません。信雄様を下せば家康殿の大義名分はなくなる。家康殿に一泡は吹かせちゃるで。なめるな。最善を尽くして名を破れるとは無念。
舐めるな。苦しくったって男が引けっかよ。勝負にならず。かようなところでつまずくとは。ゆたんか果てたか。家康は何をしておる。世を守れ、守らぬか。しゃあな。俺こそがガチで天下無双だ。旅のことは不幸な行き違い。この猿、信勝様にご恩はあっても恨みはござらぬぞ。おう、無論よとて同じこと。猿、いや、秀吉殿、和睦といたそうぞ。品が入っております。お目が高い。